フィアット CR-42 フィアット CR-42 は第二次世界大戦最後のイタリアの副用戦闘機である。名称の CR は設計者チェレスティのロザテッリが手掛けた戦闘機であることを示し、愛称はファルコ。CR-42 はそれ以前にイタリア空軍で使用されていた副用戦闘機 CR-32 の発展型で、 直接には1936年に作られた試作機 CR-41 を原型として計画され、順調に製作推移1939年初飛行を行った。胴体は溶接交換骨組みに、ハフバリ、主翼は、下翼のやや小さい服用で、ロザテッリ設計による一連の戦闘機同様、トラス構造を模した W 字型の特徴ある支柱形式を持ち、 固定足だった。原型1号機は主翼と主脚が保守的な服用固定脚にもかかわらずオリンが進歩的な引っ込み式という理解に苦しむ構造であった。運動性能は良好で空戦能力は高く評価されていた。ハンガリーやベルギー、スウェーデン等近隣国より発注を受けた。ダイムラーベンツ DB601A エンジンを搭載した CR42 バイトは 服用機でありながら最大速度時速 520km を記録し、世界最速の服用機であった。1940年には、数回にわたり、英国本土空襲をも観光した。しかし同じ服用機であるイギリスのフェアリー、ソードフィッシュのように速力の遅さを逆手に取った、戦術を取ることもできなかったため、対戦中期には、その更新性はどうともしがたくなっていった。 アフリカ戦線等で戦闘爆撃機として運用され、急戦直前には反ファシスト側についた機体もあった。その後はドイツ空軍に接収された機体が消援排機関を装備し、連合軍に対する夜間拡乱攻撃に用いられた。戦後は複雑練習機に改造され、最後の機体は1950年まで現役を保った。CR42 ビス画像。ありがとうございます。